お疲れ様です悪名は無名に勝るなんて言葉が最近はありますよね。まあ昔からそうなんですけどもそうですね。国を支配している大王とか皇帝ってのはまあ有名ですよね。でもこれってより多くの多民族を虐殺してきた略奪してきた。まあそういうふうな巨大な犯罪を犯してきたっていうこともあると思うんですよ。アレクソンドル大王とか真の始皇帝とかね織田信長だってどれだけ大量の 人を殺めてきたのか分かりませんよね言ってみれば英雄どころか大量虐殺者なわけですよ。まあナチス・ヒトラーも同じです。昔からこうやってね悪い人っていうのは国の支配者っていうのは名を残してきてそれに憧れる人とかねその人の放った言葉を名言として財右の名にしている人もいるわけですよ。まあ悪名は無名にまつるわけですよね。で最近でしたら本来だったら隠したい借金のことを 暴露して有名になる人とかね粗品さんっていうんですかいたりとかギャンブルでお金を失ったという汚点をですね表現することによって注目を集めたりとかする人もいるわけですよ。まあ、中にはね自己破産しましたと自己破産した時の心境とそのための手続きとこれからどんな人生が待ってるのかってことをお話ししますみたいなところで同じような状況の人がねあなるほどというふうに参考になったりするわけですよ。何、うん、か面白いもんですよね時代っていうのは。 私は悪名に無名に勝るっていうのはね悪名が無名に勝るってのはあんまり好きな言葉ではないんですよなぜなら最近のそのスシロー騒動とかあるじゃないですか有名になりたいが上に多くの人に迷惑をかけても全く意に返さないっていう人が量産されてきたっていうのはね非常に悲しいことだと思うんですよそれこそ自分が誰かに迷惑をかけて有名になるぐらいだったら無名のままでいいから真面目に生きようとかね 人に迷惑をかけないでいこうっていう気持ちがどっかで壊れちゃったのかなと思うわけですよね。うん、かとんでもない話だなと思いますけどね、うん。だから全ては結果が正当化させるみたいなちょっと強引な理論っていうのはどうも人間の根性を歪ましてるんだよなかろうかと思うわけなんですが、まあ時代の流れなのかなと思います。まあ少なくとも私はそういう時代にはね巻き込まれないでいこうと思いますけどね。<laughs> はい。まあでもね、あの、 たたくさんの女性に振られてきましたでも最終的には理想の人と出会いました。でもこのぐらいにしときゃいいんじゃないかなと思いますね。うん、人の価値観は様々とはいえそれを利用して、うん、なんか自分だけがのし上がっていくっていうのはどうもね気に入らないなと思うわけなんですけどもあそうそう最近ね「アメバプライム」で面白いのを見たんですよ。あの YouTube 活動していてそれが親にバレたとかねだからどうしようかなって悩んでる相談事をなんか。 アメンバでででやっててたんですけども軽くの答えてです、ね、それあの小学生中学生がこっそり親のアカウントとかあの YouTube 媒体を使ってねバレたっていうんだったらまだ分かるんですけども、まあ、3040過ぎた人間がね YouTuber やっててそれで親にバレたとかって何なんだと思いますしそこで、ね、一応に話してたのはインターネットで顔出し名前を出しすることによるリスクっていうのはすごく高いですよみたいなことをみんなで あの肯定したみたいな動きがありますけどもそうなのかなといやこうやってねいくらインターネット上で顔出し名前出しをしていてもリアルなななな接近性に来けければ何の害もいいわけじゃないですか、うん、そう考えたらリアルで顔出し,してるコンビニの店員とかねあとはあの郵便局員さんがこうバイクでねあの配達してるじゃないですかあっちの方がリスク高いんじゃないかなと思いますよなんか怪我をしたり事故に遭ったりストーカーに襲われたりとかね だから物理的に接触したら、それはすごく危険だけども、インターネット上とかね、あと、うん、YouTube でくっちゃべってるぐらいで、それこそチャンネル登録500万人の有名人になったら別ですけども、100万人もいかないような人間がね、YouTube で顔出すのがリスクって言ってるのか、どうも私は消せないなと思いますよ。<laughs> そう考えたら、あの、例のね、ガーシーさんも脅迫の容疑がかかってますけども、YouTube で喋ったことが脅迫になるってのはね、 これはちょっと強引じゃないかなと思いますしそもそもその YouTube ってとっくにアカウントバンされてるわけじゃないですか、うん、何を脅迫なのかなと思っちゃいますよそもそも脅迫だと思うんだったら見に行かなければいいのにわざわざ見に行って「わあ怖い!」とか言ってねそれで脅迫だとか言ってるの <laughs> なんかもう妙な感じですよね、うん、まあ今日も一日始めましょうかね <laughs> いってらっしゃい